안녕하세요여러분하じまりました東京メキ韓国語の時間です。今回はですね、主君の太陽ヨナです。はい、今回はちょっとさっき言っちゃうとですね、劣等感を勉強します。これは韓国でどういうのか動画で確認してくださいね。まずじゃあ、では動画どうぞ。다음에태공실만나면꼭아는척해야지그렇게신경쓰이는친구야고등학교땐걘큰태양이고나는작은태양이라고불렸거든3년내내정말기분나빴어이젠태일용이큰태양이지옛날열등감에괜히신경쓰지마열등감이라니나그런거없거든거울ご覧になりましたか？じゃあ聞き取れましたかね？劣等感。これはですね、韓国語で、열등감と言います。열등감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 。はい。じゃあ、映像ではですね、昔の劣等感、気にしないで、という表現でしたよね。はい。他の表現見てみるとですね、머리가좋아서피곤하시진나는 IQ 가머리가좋은것과이렇게바로연결된다고생각지않아요오히려나는사회성이되게부족한것같아요그런것에대해서는오히려약간열등감을가지고사람을대하게돼요그런것에대해서는오히려약간열등감을가지고사람을대하게돼요제얼굴보다박희진씨얼굴을보는데정말너무잘생기셔가지고굉장히열등감을느꼈고요굉장히열등감을느꼈고요자今回はここまでです。じゃあ皆さん、ではさようなら。안녕また네